はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円と直線丸三をお送りします。で、これでね、円と直線シリーズは最後です。まあ最後といっても次回から円と直線の共有点に名前が変わるだけなんですけど、まあひとまずこのタイトルは最後で、最後は大きな問題が1問あって、その中に3つね、3問、小問が入ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よっしゃ、行きましょう。で、今回まあ、全部ね、できるようになってほしいんですけど、特に大事なのがこの1番です。で、なんでかっていうと、これ1番解けるようになると自動的に2、3解けるんだよね。だから今回3点ね、 ABC っていう座標があるんですけど、3つ、で、その3つの座標を通る円の方程式を求める、これをぜひ乗り切ってください。まあ覚えてほしいっていうところだね。で、打つ必要ないかなって気もするんですけど、一応書きます。あの X 軸 Y 軸書いてこの3つ打ってみるので、で、 X 軸と Y 軸で、まず A がマイナス2のマイナス1なので、ちょっと広めに取ろうか。マイナス2のマイナス1でこの辺にしよっか。 A でしょ。で、 B がマイナス3の2なんで、マイナス3の2、まあ、この辺にしとこうか。で、 C が1の0、まあ、こんな感じで、この3箇所を通る円なんだよね。まあこれをね、かける自信はさらさらない。どんな感じかな。こう、やべ、相当ひどいけどね。ちょっと許してあげて。はい、まあこうやって3つを通る円っていうことにこうごまかします。しかもまあね、ここはちょっと許してあげてください。まあ、この円を求めるっていう感じなんだけど、で、これどうやるかっていうとね、まず円の方程式ってこう、前の動画2本ではずっとこれを使ってきたんだよ、こうやってね。で、今回これじゃないです、使うので。これ使うと面倒くさくなってしまうので、これを使わずに、そのね、括弧の2乗になってない状態の方でいきます。で、それを書くと、まず x2 乗プラス y の2乗、で、一応教科書とかそのワークに合わせて lmn を使います。で、使っていくと lx プラス my プラス n イコール0です。これ円を表してます。で、これは前回の動画の円と直線丸2の問題の状態です。もしよかったら見てほしいんですけど、x2 乗プラス y の2乗、前回の1番だったらマイナス 2x プラス 4y マイナス11イコール0みたいな感じ。括弧の2乗を作る前ね。で、これ円表してるから、これに3つの座標全部代入します。で、3つの方程式を作る。で、代入していくと、まずマイナス2のマイナス1でしょ。で、ここ代入すると4になって1になるから5なんだよね、計算して。で、こっちと、あとで合格ね。で、こっち入れていくと、マイナス2だから、マイナス 2L。で、マイナス1だから、マイナス M。プラス N イコール。で、ここに5ができたから、こっちに先持ってきちゃうね。で、マイナス5。これが A を代入した式ね。で、次 B を代入すると、ここが9と、2逃がして4になるから13か。あとで持ってきます。で、マイナス3代入して、マイナス 3L、プラス 2M、プラス N。で、こっちに持ってきて、マイナス13だね。で、最後、1の0です。で、ここは1の0。1の2乗で1。0の2乗は0だからいいね。だから1ができるから、後で持ってきます。で、1を入れて、L。で、0を入れると M は消えて、プラス N イコール持ってきたマイナス1となります。で、あとこれ解くだけ。解いて L と M と N をそれぞれ値を出してください。で、この求め方多分いろいろあると思うんですけど、俺最後のが M がなくなってるんで、まずこの2つから M を消しに行きます。で、消しに一応やるか。幅あるもんね今日ね。じゃあ上を2倍して
上から下引くか。そうするとマイナス 4L マイナス 2M、 ちょっと待ってね、 2N イコールマイナス10で、2つ目の式そのまま書いて、で足し算すればマイナス 7L、 ここ消えて 3L イコールマイナス23となります。ギリ入ってんね。でこれと一番下の式を計算、連立で解けば L と N しかないからね、2つの文字しか。でこれでやっていきましょうか。でこっち連れてくるとマイナス 7L プラス 3N イコールマイナス23で、これ3かけるか、 3L プラス 3N イコールマイナス3、引き算するとマイナス 10L イコールマイナス20なので、 L が嘘マイナスじゃない、2だねって出てくる。で L が2って分かったので、まず N 簡単に出せるもんね。 L が2だから次 N が2だから持ってきてマイナス3、ちょっと順番おかしいけど許して。で2つ分かったので、まあ、どっちかに何にすればいいよね。こっち入れるか、2入れてここにマイナス3入れます。そうするとマイナス4マイナス7持ってきて2でマイナスがあるから N はマイナス2だね。でこうなる。で間違っちゃいけないのが、これ答え書いちゃダメだよ、回答欄に。回答欄に書くのは円の方程式なので、この3つを全部戻したやつを書いてくれれば OK です。でそれを書くとここ入るね、大丈夫ね。 x2 乗プラス y の2乗、まず lx だからプラス 2x、 次 m ね、ちょっと順番違うけどね、マイナス 2y でマイナス3イコール0。これはカッコの2乗になってなくても大丈夫です。これで丸がもらえるはず。ただ学校の先生が、いやそこまでやりなさいという先生だったら、そこまでしてください、前回の動画を参考にしてね、という感じ。これが3つの座標ね、点を通る円の求め方です。で最初にもちょっと話しましたけど、これが解ければ次とか楽勝です。2、3はなんでかっていうと、次三角形 ABC の外接円の半径なんです。でちょっと復習になりますけど、三角形 ABC の外接円って何かって、今ここにひどい円がありますね。で今三角形 ABC っていうのはこれじゃんか、もちろんね、 ABC の三角形だから。で外接円はその三角形の外に接してる円のこと、まあ、外にできる円だよね、こうやって。だからその赤のそのね、ちょっと歪んだ円、それが外接円なの、そのまま。だからそれの半径を求めろと。えってそれの半径っていうことは、今円出したじゃん、この赤とこれ一緒だからね。だからこれを変形して半径を求めればもう OK なんです。で変形の仕方は前回の動画でやったでしょ。だから前回の動画を活かして2番、まず x2 乗と 2x で変形すると x プラス1の2乗でしょ。でプラス y の2乗とマイナス 2y だからy マイナス1の2乗となります。でそれぞれ1を余計に足しちゃってるんでマイナス2をする。でもともとマイナス3がいるからくっついてマイナス5、それが右辺に行くから5になります。いい？でこれで先に言っちゃうと3番ももう終わってて、3番は三角形 ABC の外心の座標を求めるのね。で外心って外接円の中心なの。だから先に3番の答え書いちゃうか。外接円の中心でここでしょ、だから答えマイナス1の1、これで終了です。ごめん、青で揃えちゃった、ごめんね。で半径でしょ。で間違っちゃいけないのはここ、半径5って書いちゃダメだよ。半径はルート5です。なぜなら5はルート5の2、あごめん、ルート5の2乗です。いいね。半径、あと円の方程式っていうのはホニャララの2乗プラスホニャララの2乗イコール半径の2乗だからね。だから2乗の形にした時のここが半径になるから、だからルート5になります。いいかな。で今回はこういう風に問題を作ったんだけど、大体がこう出てきません。テストとかで出されるのはもうこれだけ出されるか、2番だけ出されるか、3番だけ出されるかみたいな感じです。だから前がない感じ、いきなり3点が書いてあって外心の座標を求めなさいみたいな、外接円の半径を求めなさいみたいな。
で、どう出されても結局 N のこの方程式が必要なので、このやり方をすればいいと。いいね。で、やって変形をすれば解くことができますので、まあこんな感じでぜひやってみてください。では今回は高校数学数2の円と直線丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にもね、ちょっと話しましたけど、次回から共有点の問題をやっていきます。これもちょっとシリーズになると思いますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。